初めにご登場いただくのがベトナム伝統舞踊の皆さんです。ベトナム人留学生支援会の皆さんで、文化交流を通して相互理解を目指しているそうです。ベトナム関連のイベントに出演され、日本とベトナムの文化の架け橋を目指しております。今日はベトナムの伝統的な舞踊とベトナムの舞踊をコラボレーションをお楽しみいただきたいと思います。ご登場いただくのが舞踊家の黒江のりこさん、そしてベトナムの舞踊サオの演奏はリアリン君、そして子供ベトナム舞踊団チボコアキッズの皆さんの登場となります。それではまずは舞踊家黒江のりこさんの登場です。よろしく。